はい。産父子市、しか合格チャンネルです。講師のうつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。保育士試験合格講座の6回目となります。聞き流し独学テキストです。保育原理編の今日は健康及び安全についてやっていきたいと思います、えー。保育士試験合格講座の6、保育原理編、健康及び安全です、えー。1番です。子供の健康支援について。 子供の健康状態並びに発育及び発達状態についてどのように把握する必要があるでしょうか、はいえー、定期的、継続的、また必要に応じて随時把握するですね。2番です。 何らかの疾病が疑われる状態や障害が認められた場合には、誰に連絡するとともに、何と相談するなど、適切な対応を図るでしょうかはい。保護者に連絡するとともに、えー、職宅医と相談ですね、えー。もう一度言います。何らかの疾病が疑われる状態や障害が認められた場合には、保護者に連絡するとともに、 食卓医と相談するなど適切な対応を図るですね。3番です。不適切な養育の兆候が見られる場合には、どこと連携し適切な対応を図るでしょうかはい。市町村や関係機関と連携し適切な対応を図るとなります。では、えー、また、どこに通告することが必要でしょうか はい。児童相談所ですね。え、これよく出ますんでね、覚えておいてください。不適切な養育の兆候が見られる場合には、市町村や関係機関と連携、そして児童相談所に通告することも、まあ考えるということですね。4番です。健康増進について。子供の健康に関する何を全体的な計画に基づいて作成する必要があるでしょうか はい。保険計画ですね。えー、子供の健康に関する保険計画を全体的な計画に基づいて作成する必要があるとなります。では、食卓医による定期的な何を行い、その結果をどうする必要があるでしょうか。はい。えー、健康診断ですね。そして、えー、記録し保育に活用する。 です。食卓医による定期的な健康診断を行い、その結果を記録し、保育に活用する必要があるですね。5番です。感染症やその他の疾病の何に努めることとされるでしょうかはい。発生の予防に努めることとされます。では、発生の疑いがある場合には、どこに連絡し、 指示に従うとともに、どこにも連絡し、予防等について協力を求めることとされるでしょうか。はい。食卓医、市町村、保健所等に連絡し、えー、保護者や全職員にも連絡ですね。もう一度言います。発生の疑いがある場合には、食卓医、市町村、保健所等に連絡し、指示に従うとともに、 保護者や全職員にも連絡し、予防等について協力を求めることとされるとなります。6番です。アレルギー疾患を有する子供の保育については、誰と連携し、何に基づき適切な対応を行うでしょうかはい。保護者と連携し、医師の診断及び指示に基づきですね。もう一度言います。 アレルギー疾患を有する子供の保育については保護者と連携し医師の診断及び指示に基づき適切な対応を行うとなります。では、何に関しては関係機関と連携し安全な環境の整備を行うこととされるでしょうかはい、食物アレルギーに関しては関係機関と連携し安全な環境の整備を行うこととされるとなります。 はい、7番です。医務室等の環境を整え、何を適切な管理のもとに常備し、誰が対応できるようにしておく必要があるでしょうかはい、救急用の薬品、材料等ですね。そして全職員が対応です。もう一度言います。医務室等の環境を整え、緊急用の薬品、材料等を適切な管理のもとに常備し、全職員が対応できるようにしておく。 ですね。8番です。食育の推進について。保育所における食育は健康な生活の基本としての何の育成に向け、その基礎を培うことを目標としているでしょうかはい。食を営む力の育成ですね。 では、食事の提供を含む何を全体的な計画に基づいて作成し、その評価及び改善に努めることとされるでしょうかはい、食育計画となります。食事の提供を含む食育計画を全体的な計画に基づいて作成し、その評価及び改善に努めることとされるとなります。9番です。 食育の環境の整備等について、子供が自らの感覚や体験を通して何が育つように子供と調理員等との関わりや、調理室など食に関わる保,い、えー、保育環境に配慮する必要があるでしょうかはい、えー、自然の恵みとしての食材や食の循環、環境への意識や、 調理する人への感謝の気持ちが育つようにですね。ちょっと長いですがね。もう一度言います。子供が自らの感覚や体験を通して自然の恵みとしての食材や食の循環、環境への意識や調理する人への感謝の気持ちが育つように子供と調理員等との関わりやということになりますね。10番です。一人一人の子供の心身の状態等に応じ 食卓医、かかりつけ医等の指示や協力のもとに適切に対応する必要があるのはどんな子供に対してでしょうかはい、体調不良、食物アレルギー、障害のある子供などですね。そういった子供に対しては、えー、食卓医、かかりつけ医等の指示や協力のもとに適切に対応する必要があるとなります。では、専門性を活かした対応を図るのは 誰が配置されている場合でしょうかはい、栄養士ですね。11番です。環境及び衛生管理、並びに安全管理について。施設内のどんな環境を常に適切な状態に保持する必要があるでしょうかはい、えー、温度、湿度、換気、最高音などですね。 えー、そういった環境を常に適切な状態に保持する必要があるとなります。では、職員は何の向上に努めることとされるでしょうかはい、衛生知識の向上に努めるとなります。12番です。事故防止及び安全対策について。 保育中の事故防止のために、施設内外の何に努め、安全対策のために何を図ることが必要とされるでしょうかはい。安全点検に努め、全職員の共通理解や体制づくりを図る、ですね。え、もう一度言います。保育中の事故防止のために、施設内外の安全点検に努め、 安全対策のために全職員の共通理解や体制づくりを図ることが必要とされるとなります。13番です。特にどういった場面では重大事故が発生しやすいでしょうかはい、睡眠中、プール活動、水遊び中、食事中などですね。 では、子供の主体的な活動を大切にしつつ、必要な対策として何を講じることが必要でしょうかはい、施設内外の環境の配慮や指導の工夫を講じることが必要となります。14番です。施設内外の危険箇所の何を実施することが必要でしょうか はい。点検や訓練ですね。施設内外の危険箇所の点検や訓練を実施することが必要ですね。では、外部からの何などの不測の事態に備えて必要な対策を行うこととされるでしょうかはい。不審者等の侵入防止のための措置や訓練ですね。 え、外部からの不審者等の侵入防止のための措置や訓練といった不測の事態に備えて必要な対策を行うとなります。15番です。子供のどういった面における対応に留意することも大切でしょうかはい。精神保健面における対応に留意することも大切となります。えー、災害への備えについてです。 定期的に安全点検を行うのは何についてでしょうかはい。防火設備、避難経路等については定期的に安全点検を行うとなりますね。16番です。日頃から安全環境の整備に努めるのは何についてでしょうかはい。備品、道具等の配置、保管について え、日頃から安全環境の整備に努めるとなります。では、災害や地震などの災害の発生に備え、何を作成することが必要でしょうかはい、緊急時の対応の具体的手順、職員の役割分担、避難経路等に関するマニュアルを作成することが必要となります。17番です。 災害発生時に保護者への連絡及び子供の引き渡しを円滑に行うため、日頃から保護者との何に努め、何についての確認をしておくことが重要でしょうかはい。密接な連携に努め、連絡体制や引き渡し方法等についての確認をしておくことが重要とされます。18番です。 保育中の環境整備についてです。お散歩についても、経路や公園等について何を必ず作成し、危険性の有無などを誰と情報共有する必要があるでしょうかはい。お散歩マップを作成し、えー、全職員で共有ですね、えー。もう一度言いますね。お散歩についても、経路や公園等についてお散歩マップを 作成、必ず作成し、危険性の有無などを全職員で、えー、情報共有する必要がある、となります。えー、今回ですね、保育原理の科目の健康および安全について一問一答を作っています。えー、今回は子どもの健康および安全の確保について重点を置いて作っています。 また、災害への備えや、えー、子供の精神保健面でのサポートについても、えー、作ってますので、試験ではかなり重要なところとなります。えー、聞き流し、ながら聞きで OK ですので、何度も見て聞いて覚えてください。はい、えー、まだまだですね、保育原理かなり重要なあの分野ですが、えー、動画作っていきますので、よろしくお願いします。以上です。